ジェームズ・ホエールは、イギリス出身の映画監督。ホラー映画の制作でよく知られており、代表作は、透明人間、フランケンシュタイン、フランケンシュタインの花嫁など。ホエールは、イングランドのダドリーで、製鉄業者である父と看護師である母との間に、生まれた、7人兄弟の6番目の子供であった。兄弟たちのように重工業の仕事に就くのを望まなかったホエールは、 靴直しの仕事を始めた。看板絵描きの才能があると知ったホエールは、ダドリースクール・オブ・アーツ・アンド・クラフツの夜間クラスに通った。1915年8月、第一次世界大戦の最中に、ホエールは軍隊に入隊し、1916年7月に、ウスターシャー連隊に参加した。1917年8月に捕虜になって、 その間絵を描いたりスケッチをすることを楽しんでいたが、舞台制作の才能に目覚めたことに気づく。停戦後、ホエールはバーミンガムに戻り、プロの舞台関係者としてのキャリアを積み始めた。1928年、R.C. シェリフの、あまり知られていなかった、舞台、旅路の果ての演出の依頼が2つホエールのもとに届く。この作品の舞台の主役は、 当時あまり知られていなかった若手俳優、ローレンス・オリビエだったが、舞台は大成功し、ウエストエンド劇場でも上演され、600公演が行われた。ホエールは、この作品のブロードウェイバージョンや映画化されたバージョンも、手がけた。1957年5月29日未明ハリウッドに、ある、自宅風俗プールで、歴史体で発見され、警察の捜査で、 受水自殺と断定された。ダドリーにあるホエールのためのモニュメントホエールは、ハリウッドで活躍している間、自分が同性愛者であることを公表していた。イアン・マッケライがホエールを演じた映画、ゴッドモンスターでは、彼の人格やアマチュア監督時代の様子、そして医療的及び精神的な状態が描かれた。2002年、 ホエールの故郷ダドリーにある新しい複合映画館の土地に彼のためのモニュメントが建てられた。モニュメントは映画フィルムの形をしており、その1コマの中にはフランケンシュタインに出てくる怪物の顔が彫り込まれており、フィルム入れの缶の形をした基礎の部分には彼が監督した有名な映画の題名が数多く彫られている。ありがとうございます。